ドーデュース、春は全休、秋は国内に専念。月曜日のニュースになるんですが、いつ宝塚記念出走のニュースが出るのかなと思って毎日心待ちにしていたんですけども、まあ残念ながら春は全休になるそうですね。足をしっかり直して秋、天皇賞、秋ジャパンカップ有馬記念が目標ということで、まあ海外はいい感じではなかったので凱旋門賞は間に合わないということで、まあ武豊騎手は秋の天皇賞に行きたいねっていう話をされてましたね。ソースは4月24日にオンエアされた ABC ラジオジョッキールーム。まあ秋の国内専念は嬉しいんですけどね、まあ本当宝塚記念は残念ですね。まあ宝塚記念はジャックドール一本に絞ってもらって、ドーデュースは秋に備えてほしいですね。ただその、ジャックドールなんですけども、本日大きいニュースがありました。安田記念に出走予定だそうですね。藤岡調教師はマイルは初めてになりますが、いいスピードがありますし、府中のマイルは 2000m をこなせる力がないと厳しいと言われているくらいなので、むしろいいのではと思いますと。最近は少なくなってしまいましたけど、ちょっと前はね、マイル中長距離ともに、まあ中長距離とかマイル中距離ですかね、ともに強いって馬が結構いましたよね。まあ特にまあ牝馬はまあ番組の関係でまあ結構多いですよね。まあアーモンドアイとかね、まあソダシもそうですし、まあボファはまあ中距離とマイルで住み分けが最近はされてるんですけども、まあ以前はジェニミンとかジャスタウェイとかね、まあ遡るとヤマリンゼファーとかね。まあただジャックドールってデビューして全14戦で一貫して2戦しか使われてないんですよね。まあ今回ニハロンの単色で、そしてまあその後に、宝塚に行くんであれば3ハロン延長ということになるんですけども、まあそこら辺の距離のねアップダウンがちょっと気になるところではありますね。まあ血統、まあお父さんがモーリスで、まあマイルと2000のね天皇賞秋も勝ってるんで、まあおそらく問題ないんじゃないかなと思いますね。ローテーションに関しては武豊騎手も助言してるはずなので、まあここは期待したいところですね。週末はレース以外にも水戸の王で兵庫チャンピオンシップに騎乗ということで、ニュースがありましたね。まあこれはどうなんですかね、ワンポイントっぽいですよね。鞍上の小畑騎手がまあ乗り慣れてない園田ということなんで、武豊騎手が、にお声がかかったようで、まあ、おそらく中央になったらまた小畑騎手が行くんじゃないかなと思いますね。ということで、まあ今日は水曜日なんでまた想定がそろそろ出ると思うんですけど、どうも武豊騎手はロックラロックラっぽいですね。土曜ロックラ、日曜日ロックラということで、まあ、週末の出走馬の確定が出ましたらまた動画を出そうかなと思います。それではまた。